クター TV。 はい、はい、ガードレンドクター TV 始まりました。ギュウちゃんです、よろしくお願いします。いつもですとね、ここの庭から畑に飛んで、栽培の様子見てるんですけれども、今日はねちょっと別の場所に飛んでみたいと思います。ちょっとね遠くに飛びます。はっ、はい。今回はですね、いつもの畑を飛び出しまして、こちら大阪の枚方市にあります京阪園芸さんですね、バラの専門店としても有名かと思うんですけれども、こちらに、お邪魔しております。はい、ではですね、早速中の方ね見させていただきたいと思います。あ、あれ、お店の方ちょうどいらっしゃいますね。あ、おはようございます。あ、おい、おい、大阪さん、もう久しぶりでございます。お久しね、遠くからよく来たような。いやいや、すいません、ちょっとじゃあ僕もマスクして。あ、して、はいはい。売り場の方がリニューアルしたと、はいはい、10月にお聞きしたもんですから、うんうん、それでちょっとこうお邪魔して中見させていただこうかなと思ってね。あ、嬉しいね。自分らものすごくびっくりしてね、様変わりが急にこうあっという間にしてリニューアルしたので、全て木まで全部一度抜いて、再植栽したから、まだちょっと若々しいんだけども、もう入り口からもうね、そうですね、すごい。これなんかパッと見てオリーブですよ。オリーブ、なんかすごい大きいオリーブですね、これね。これも、ね、樹齢がものすごいあるやつで、へえ、なんか400年とか400年ですね。こんなのあるんですね。この辺もこうサンプルガーデン的な感じで、そうですそうです、植栽されてるんです ね。なんか随分本当に以前来た時から比べると、そうでしょ、すごい変わったというか、綺麗になって、見やすくなってですね。なんか入り口のところって、スカッとしながらね、来るってすごい気持ちを上げるのでいいなというのは、自分も思いますね。なんかこうかぼちゃもかぼちゃもカロウィン、なんかすごいでかいですね、このカボ。大きいでしょ。へえ、本物っすね、これね。いや、これ本物ですよ。わざわざ あちこちからね、かき集めてくるんですけども。へえ、うん、そうなんだ。あ、培養土はオリジナルの培養土作られてるんですね。そうなんですよ。へえ。この辺なんかは、ほんの先週かな、完成したばかりの、また新しい、あ、このリニューアルに合わせて、そうそうそう、オーガニックブレンドといって、あ、新商品なんですね、これ。そうなんですね。あとこの辺の、売り場なんか以前ここにあれですね、資材売り場があったところが、あ、そうです、観葉植物のディスプレイになってるんですね。ですね、前回はこういう向きで、お店がこっち向きに対してなってたのが、もう今回はこういうストリート上みたいな感じで、ね、なるほどなるほど、こう90度ちょっとこう角度変えながら、向こうまで突き抜けるよと感じになっちゃって、で観葉植物もすごい充実して、はい、もういろいろとどん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 生えてくるんですけど、まだちょっとね、これでもまだまだ少ないんじゃないかと思うんですけども、アウトドアの、はい、そうなんですよ、コーナーもあるんですね。新しくね、前にはなくて、今回から登場しているのがこのアウトドア系、あ、でもこうお庭時間を、そうなんです、お庭でですね、まあ、で、山でね、普通のキャンプのアイテムではあるんですが、まあ、最近お庭でとかね、お家でとかいうようなね、テーマっていうのが多いと思うんですね。だから家の中のお庭の一部を使って、そこでね、手軽なアウトドアを楽しむというような、まあ、商品というので、ここのところへちょっと一つエリアを設けておりますね。まあ、それだけ片付けるのも大変だったりするんですけども、まあ、どれだけ、まあ、お庭のやつだったら時間かけずにというような感じで、これこれなんですか、これ。これはプレートですね、焼くための。で、これですが、こういうふうに。おお、すごい。で、これで一瞬でしょ、で、これでこうか。なんか以前そこの資材売り場にあった資材とかっていうのはなくなっちゃった。いやいや、資材売り場そっちの方になってます。あ、こっちに移して、あ、よかったよ。あ、Xガードもちょっとありますよ、並べていただいて、ここにありましたね、ちゃんとね、なるほど。あ、でそしてこちらが苗売り場。はいはい。あ、苗売り場もなんかすごい見やすくなった感じですかね。そうですね、1回で飛び込んできてスパーッともう何があるかっていうのを、はいはいはい、ね、目で追えるような感じにはなっていて。なるほど、手前草花系がかなりやっぱちょっと前と違ってね、まあちょっとこっちへ縮んだ感じがあるので、狭くなって細くなったみたいな感じになってるので、まあそれならということでもこっち向きになったんですけど、でもまあ入り口からもうとにかくまっすぐ、すごい見やすくこう、そうなんですよ、ね、抜けるっていう感じがすごくね、いいですよね。ここがバラのエリアになります。なんかさすがにすごいもう充実した、いやいや、たくさんある。
前はもっとあったんですよ。あ、そうなんですか。うん、もっと向こうまであったんだけど、なんかこう見るとなんか前より多いような感じで、いや、なんかすごい、さすがもうバラの専門店って感じがしますけど、木原園芸さんのなんかオリジナルっていうのは札を見るとこう分かるんですか、ね、そうなんですよ。このね、園児の色がついてるものはそういうものになりますね。で、京阪のものはここです。まあ、同じシリーズの中に、うちに完全に関係ありますよみたいな感じの色をしてるのはこのエンジンのやつで、あ、まあ、私作ったやつとしてはこのアッサンブラージュ、あ、これイクシカでございますね。あ、これ幼いさんの作出。そうです、そうです。まあ、見た目はね、ちょっと面白いんですよ。こういうね、咲くまでのこういうふうな広がりの額というやつにすごく模様があったりとか、額も面白いって、なんかすごい楽しいですね。そうだね、何の変哲もなく扁平でチュッチュッってなってる、あのやつなんですけども、どうしても関西ですから、どこまでもなんか ね面白みを作らなきゃというような、お得なところが欲しいみたいな。そうですね。気象的にそう感じちゃうんですよ。で、このソワイユもそうですね。ソワイユ、あ、これもなかなか、あ、これピンク系なんですね。ピンクですね。まあ、温度が高いとね、30度とかそんな高いと真っ白になっちゃうんですけど、あ、これ咲いてますね。そうですね、こういう可愛い、もうね、今日急になんか寒くなってきたので、色もかなり乗ってますね。これね、バラ買おうと思われるときにね、一ついっぱい花欲しいなと思う人の買い方ってね、こういうときにこう平均的に見て、なんかこれぐらいにこうしたときにつぼみの数が多く感じるなと思えば、一株あたりで花付きがいいやつだと思うんですね。こういうふうにこうすると、あ、これだったら3個ぐらいしかこの手の中入ってへんなとかいう感じだと、すぐ、あ、こっちちょっと少ないけど大きいのかなと、こっちはちょっと中ぐらいやけど、あ、10個ぐらいあるなみたいな感じで、いや、なんかなんとなく分かると思います。やっぱ並んだ時に、あ、こっち多い、こっち少ないってなったら、そういう選び方したらいいですし、こういう輪作ってこう覗いてみるというですね。そういうですね。面白い。なんかバラってすごい品種が毎年毎年これ生まれるっていうか作られるんですよね。そうですね。その会社ごとによるんですけども、育種家というのがおられたら、大体定期的に、まあ、品種を出していく感じだと思います。で、いないところとかは、まあ、何年間に一遍とかがあるんですが、まあ、うちは私が育種家なので、ちょっと多毛作なんですけどね。話して交配して生産するみたいな感じなんですけど、なるほど。まあ、うちでもやっぱ毎年、2品種とかね、あとは他社の契約の品種とかつなわせると、大体新作というのは、最近では7種8種とかそういうぐらい多い感じには大体なってきてると思います。決めてはいないんですけど、頑張ろうねっていう感じでよく作ってますね。あと、こっちはこれは庭木ですかね。そうですね、こっちは庭木のエリアとなりまして、やっぱり庭木でもおしゃれな庭木をね、最近望んでるので、まあ、ちょっと見てるとね、日本的な感じのやつはやっぱりなくて、あ、そうですよね、ちょっとこうおしゃれなオリーブであるとか、葉っぱが一枚一枚なんか細くて、向こう側がまだかすれて向こうの先が見えるようなタイプの、ね、樹木っていうのがやっぱ人気ですから、オリーブとかね、オリーブとかなんかもう代表的です。あと、なんかそこ芝生はなんかあれですか、これ子どもの遊び場みたいな感じで、まあ、そういう ゆとりのある、まあ、リラックスできそうなね、こういうふうなエリアを作ろうかということで、あ、なんかこう芝生も品種がこれ区分けで違うのがこう、あ、そうですね、置いてあるんですね。まあ、芝の種類見てもらって、季節柄であるとかね、伸び方を見てもらって、ご自身 庭に合うのはどれかなと、好み合うのはっていうのはあるんだと思います。なんか実はここも見本園になってたんですね。そういうことです。見本園兼で。兼遊び場という感じで、はい、いいですね。まあ、あとここが喫茶、ね、カフェなんですけども、あ、ちゃんとくつろげる場所もあって。そうなんです。まあ、室内というのもやっぱ最近は限られてますので、まあ、外でというような感じでね、できるだけ風通しのいい、そういうふうなエリアで、前はこの近くだけだったのが、まあ、この後ろまで広げて、こういうふうに眺めれるようにね、横長をこういうふうに眺めながら、ああ、なるほどね、あ、それでこっち向いてるんですね。そうです、そうです。ここは、こちらは何ですか？ここはですね、まあ、エクステリアの設計、まあ、提案する場所になりますね。じゃあ店舗だけではなくて、こういう
何ですかね、外交部みたいな別の部門が、ね、そうですそうです、まあ、こちらでお庭何かしたいなと思われたら、うん、こちらのお部屋のところで、うん、まあ、エクステリアプランとなってますんでね。ああ、じゃあその困難ありますよ、個人宅のお庭作りなんかも。そうですそうですそうです、まあという場所になりますね、うんうん、まあかなりここもまあ、雰囲気を作らないとやっぱね、うん、あ、こういう外交も外交も受け負ってらっしゃる。前回の時はちょっと目立たなかったんですけど、うん、今回はもうここですよと分かるようにしてありますので、安心して迷わず来ていただけましたらと思います、うん、なるほど。奥はいいですかね、ここ入っちゃって、はい、ここはあの普通で、開園時間の時はこう閉めてるんですけども、そのね、バラの生産 の、あの裏舞台というやつので、まあ、今回は特別、ね、特別で特別で特別ということでありがとうございます。いえいえ、あ、ここあれですね、これ出荷待ちの、そうですそうです、ここでちょっと並んでる感じですかね、はい、でこれこの辺とかがもう出荷体制に入ってるやつで、まあ、手前はあのね、うん、あの自分の作ったフィネスというバラですね、うんうん、あ、フィネ、これも幼いさんが、はいはい、そうです、作出された、へえ、すごい。越後の方で香り 国際あの、まあ、香りのバラコンクールとかいうやつでは銀賞いただいてるやつなので、はい、へえ、うん、これも結構あの花が上がり始めてますね。そうですね、あのめっきりやっぱりあの、ね、うん、今日みたいに20度ぐらいやなという時になると、うん、バラって急に良くなりますね。25度でも咲くし、はい、30度でも咲くんですけど、うん、やっぱね、20度前後の温度になると、なんか締まってくる感じ、ね、締まってきますね、色物って形もあの見事、あっちはなんか全部咲いてるのは、これはあのハイカラという、ね、契約してるところの同じく FG ローズシリーズの、はい、香りがいい赤バラってそんなにないので、そうですよね、あ、うん、これ香りが あってコンパクト で香りがある、あ、確かにそうそう、僕もそう思いました、その赤いバラで、うん、赤いバラって大体匂いがないというイメ、香りがないイメージだったんで、そうなんですね、香りがあるんですね、まあ香りがあるとね、グダグダでやっぱ弱さが出るやつもたくさんあるんですね、なんか赤なのに早く終わっちゃうみたいな感じがあるんですけど、まあこれは比較的持ちやすいことも言えてて、あと立ちが直立っていうのも、そういう姿勢のいいのもあんまし赤って少ないんですね。あ、そうなんですね。コンパクトかつ姿勢がよく、うん、丸くて香りがあってとか言ったら、うん、あ、じゃあなんかすごい。でそういうのを、あのね、たまたま作られていた方がおられたので、うん、まあ。はい、ということで今回はですね、はい、いつもの畑から飛び出して、大阪、枚方市にあります京阪園芸さんの方にお邪魔させていただきました。で中の方ね、拝見させていただいたんですが、まさか今日偶然にも幼いさんにお会いできるとは思わずですね、はい、あの嬉しい限りでございます。いやいや、何を何を、あのわざわざね、こうやって飛び出してきてくれるのかなと思って、なんとなくピピピと来るものがありましてね、あの朝から待ち構えておりました。すいません、もう朝早く、オープン前からね、今日はちょっとね、お邪魔させていただきましたんで。いえいえいえ、はい、もう本当にありがとう、よう来ていただきました。いやいや、とんでもないです、こちらこそいつもお世話になっております。あと今ローズフェア、これそうなんですね、これね、あ、11月7日まで、はい、はい、うん、10月8日が、うん、あのこのガーデンのオープンになりましたが、うん、そのオープン日から、まあ、あのローズフェスタということで、うん、あの1ヶ月にわたって開催をしております、うん、ここに映っているのは秋バラというのになっておりますが、うん、もちろんあの、ね、これに合わせた資材商品とか、あとあの何ですか、あの草花類とかそういうふうな花木 も含めてですけども、一網羅にあの大量にあのこちらの方に置いておりますので、まあ、ぜひともこれはというのがありましたら、まあ、来ていただけましたらと思います。ワクワクすると思いますよ、うん、ということで今日はですね、はい、ちょっといつもと趣向を変えまして、はい、京阪園芸さんの方のご紹介をさせていただきました。まあ、こんな感じでですね、うん、皆様 の各地のにありますこういう大きい、ね、園芸センター、うん、園芸専門店さんがあると思いますので、今後、そういったところをね、いろいろご訪問させていただいてご紹介させていただきたいと思います。なんかワクワクするあのコーナーができそうじゃないですか。ああ、そうですね。新しくちょっとこれ今回第1弾になります。第1弾、嬉しいですね。第1弾です。今日は本当にね、朝早くからどうもありがとうございます。いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございました。はい。はい、またまた来てくださいね。あ、はい、そうですね。あのね、本当に春。はい、ぜひここがこうちゃんとこうくっついてビフォーアフターというとはまた違いますが、その後のというような形で、そうですね、あの充実、もう仕切ったあのところをもう一度来ていただきましたね。そうそう、本当ね、これはね、本当来ないわけにはいかないと思いましたので。そうですね、バラはやっぱり春が一番のメインでございますので ね、ぜひぜひ春しか見れないバラの花っていっぱいありますから、ぜひともお願いしたいところですね、はい、行きたいと思います。というわけでですね、チャンネル登録の方もぜひ皆さんお願いしたいんですけれども、なんかこうこの辺出てくるかな、ここで出てくるかな、はい、どうもありがとうございました、はい。
ありがとうございました。はい、どうも皆さんありがとうございました。